でこれを全体に。で、今毛先が今ブリーチだいぶ伸びた。はい、今日どうしますか、うん、こんな感じにしたいですか。この前ショートにしてて、はい、後ろなんか長くてこう気になるので、はい、ちょっと切りっぱなしボブっぽくして、どう色をもうちょっと暗めにしたいんですよね、はい、中の方をちょっと。そうですね。それってこのどこら辺まで切りますか。ここなんか前入れてたのは本当こう耳にかけた時にちょっと中が明るくなる感じでやりたい、はい、じゃあもうこのサイドとあとバックの方もちょっと入れた方がいいので、はい、このバックの方にちょっと明るいポイントを入れて、つなぎに表面のだいたい毛先5センチぐらいのところにグラデーションのちょっとブリーチを入れて、後でその上にまたかぶせていきましょう。はい、それでこの辺はまあ少しグレージュのカラーでトーン下げながら透明感を出していきましょう。で前髪は今短いんで、できれば伸ばしたい。あ、前髪カットでちょっと伸ばしましょう。はい、はい、カットでなんかこう伸びた風に見せる方法があるんで、それでちょっと伸ばしていきます。はい、はい、確かに後ろがちょっと長さがですね、はい、後ろがね。で現状長さが足りないんですが、ここからどうやって無理やり持っていくかっていうと、やはりここはディスコネクションを使うしかないんですね。でディスコネクションはどう使うかっていうと、まあ、大体僕使う場合は、このイヤートゥイヤーのこの取るポイントからその横にぐるぐるぐるっとやって、まあ、その人の骨格にもよるんですけど、そこから横にずーっとやってつなげていきます。本来ですね、ここからつなげて長くしたように見せて、こことここをちょっと切って長く見せるんですけど、ちょっとサイドの切り込みかなり入っちゃってるんで、ここの量が減っちゃうとちょっとボブ感がなくなっちゃうなと思って、本来はやるんですけど今日ちょっと無理っぽいですね。これをなくしちゃうとここの量が減っちゃうんで、通常はやこのまま延長線でこの辺でつなげて前髪を長く見せるんですけど、今日は無理だからこれは違う方向でいきます。で、今で、ブラントを入れるんですけど、ブラントどうやって入れるかっていうと、でこれを全体に入れていきますね。でこれ今使ってるのはショーバルタンシザーっていうのを使ってやってます。それで、ここでですね、ネープがちょっと重いから、ここは R2 セニングでちょっと削ぎを入れます。で、ルーツセニングなんですが、 R2 セニングで縦にハサミを入れながらちょっとだけルーツセニングします。あとはイメージですね、どんな感じのイメージなのかなっていうのをちょっとまあアイロンでちょっと作ってみてもいいかなと思いますけどね。ちょっとでそのイメージの中でまたカラーとかも見えてくると思うんで、一回まあどういう感じのになるのかなっていうのをまず作ります。そうするとインナーカラーの入れる感じもちょっと見えてくるんで、あとこれであんまり形がつきづらいっていうことは、そこが重かったりとか、ちょっと何かしらちょっとそのカットラインが合ってないっていうことなんで、そういう場合は修正をしていきます。でここでペンシルシザーをちょっと使うんですけど、ペンシルシザーをちょっと使ってもうちょっとこの辺をラフにしていきますが、はい、でこの状態で、ブリーチをします。でブリーチはこちらブリーチと、ね、縦に塗る理由としては、ハケで塗らない理由としては、これ正直なところ全部染まなくていいと思うんですよね、僕的には。でなぜかっていうと、横にライン入れちゃうと伸びてきた時も横のラインができるから、それがすごく嫌で、これだとコーミングでやることによって縦のラインで染まるから、細かいウィービングを入れてるような感覚に近くなります。ですので
僕はこういう風にやる方が超楽だしいいかなと。漁師さん側もいいし仕上がりもあのナチュラルに仕上がるし根元のつながりが伸びてもそんなに気にならなくなるので、でハケっていうのはやっぱり横のラインがベタって入っちゃうんでやっぱりそこがあのあまり良くないかなと思うんで、このプリーチ用のコームがあれば簡単です。だいぶ色落ちてますね。そうでもない、うん、そうでもないです。そんなに痛むんでガチではいってます。今ブリーチを、ブリーチしてカラーを流したんですが、ここですね、髪の毛が今かなりデリケートな状態になってるんで、僕はですね、こちなみに僕は100均のこういう色かわいい、どうですか色いいです、いい感じですよね、うん、あんまり暗く、本当はもうちょっと根元の方暗くするんですけど普段は、うん、あんまり暗いの嫌だって言ってたので、根元の方はあんまり暗くしないでちょっとやってみました。やっぱり重たかったら外跳ねするの変なんですよ。そんなことないですよ、重たかったら私いつも前の髪これ切る前の時外跳ねやったらなんか変な自分でやったら。皆さんは家でしょうかね、僕まだ仕事してます。今何時なんですか。今何時10時ちょっとね喋ってたらちょっと伸びたというか前髪がね一体化してくれたので、うん、ちょっとこれ例えば分け目とかもうちょっとこっちからバーって持ってきてもいけますか。全然いきますよ。こっち側の方がいいですか。いや、わかんない、これ行き過ぎじゃないですか。それ行き過ぎじゃないですか、結構。いや、でも結構、はい、こう横にやるやったりするんですけど、はいはい、かき上げみたいな、あ、伸びたらいいんじゃないですか。うん、今まだ今でもやる？今でもやってます結構。どういうこと？ここから？やってみて。ここからこういう風に持ってきて、ここでもうスプレーかけて固めちゃう。立ち上げるってこと？そう。こう、こういう風に かっこよく。うん、あ、それもありだね。あ、いいかもこっちの方が。ありがとう。前髪切ったらできるかな。結構この毛先の遊びはちょっと効いてると思いますよ。うん、やっぱり重たかったら外跳ねするの変なんですよ。そんなことないですよ、重たかったら。私いつも前の髪これ切る前の時外跳ねやったらなんか変な自分でやったら。そうですか、なんでだ。やっぱ美容室にやってもらったら。なんかカツラっぽくなっちゃった。いや、もともとよくカツラっぽいって言われる。やりすぎちゃったのかな。はい、ストレートアイロンでやってるんですか。ああ、腕だからかな。どうなんですかね。あんまりカールつけすぎるとちょっと、なんかもうこのぐらいに熱もあんまり強くなくて、これもあんまり今熱上げたいんですけど、ちょっとでやりすぎるとまあ長さが男性足りないんでね、ちょっとあれですよね。ホリエモンチャンネル見てますか皆さん。あ、8人になった。いや、後でもね、これ見れるんで今だけ。あ、そうなんだ。そう、録画してるんで、あ、後で見る人は。もうそんな見ないんで安心してください。大丈夫です。あ、いいね来た。800回ぐらいの、いいね来ました。いいね来た今。いいね、ありがとうございました。また来るかもしれない。僕言っても来ないです。そうね、皆さんこれ前髪上げた方がいいと思います？下ろした方がいいですか？誰かコメントお願いします。コメントこちらまで。コメントはこちらまで。ありがとうございます。友達。招待しないのよ。招待するにしたらコメント入れるの。これ招待とか追加するの。
ライハイじゃ招待なんです。招待なんですね。なんかできるんですか、分かんない。それは分からない。完全寺田さんね。そう。寺田さんこういう髪型です。寺田さん内向きでしたよ、さっき見て。寺田さん結構こういう時も。そうなんです。見てみて、寺田さん。え、面白いですか、寺田さん。めっちゃ実業家だから、めっちゃ。寺田さんやばいっすよ。そうなんです。普通の人じゃないっすよ。そんなんだっけ、シンガーソングライターではない。普通のもうめっちゃ起業家っす。やりとめっちゃ。水沢アリー似てますか。水沢アリーって言われる。皆さん水沢アリー似てると思いますか。5人の人はコメントしてくれないか。コメントはなし。コメントなしですね。誰か出てない。クロスとタオル、はだけすぎ。クロスとタオル、はだけすぎ。ありがとうございます。はだけすぎです。はだけすぎです。草生えてる、毛利さん。毛利さん。はだけすぎ、草。あ、草、あ、草ね。はい。ありがとうございます。協力していただき。これね、顔の